a a 1級潜水艦は、アメリカ海軍の潜水艦の艦級、t 級潜水艦とも呼ばれる、第一次世界大戦末期に建造された3隻の実験潜水艦であったが、失敗作でありどれも、現役任務にはつかなかった。しかしながら、本級で集められたデータは、後の V ボートの設計に役立てられた。1910年代め、ランドの収益によって、 アメリカ海軍に潜水艦部隊が発足してからわずか10年ほどであったが、海軍は長距離偵察任務を行うことのできる艦を要望するようになった。それは海軍の保有する水上艦と共同して活動できるよう、主として沿岸防衛のために設計された。これらの艦隊潜水艦はより大きく重ぶそうであるが、戦艦や巡洋艦と艦隊行動を共にするため、 約21ノットの水上速力を必要とした。1913年の夏にエレクトリックボートの主任設計技師、元海軍の設計者であったローレンス・ワイスピアは、海軍の1914年度計画のための艦隊潜水艦設計案を2例提案した。8隻の潜水艦を認可した後、議会は少なくとも20ノットの水上速力を持つ公用型であるべきであることを明示した。 1916年6月に寄港したこの最初の艦隊潜水艦は、米西戦争の英雄である、ウィンフィールド・スコット・シューレイにちなんで、シューレイと命名された。シューレイは、排水量が水上1106トン、水中1487トンとなり、全長は270フィートと、それまでの潜水艦の2倍の大きさであった。要求された。 水上速力を達成するため直列配置された1000馬力のディーゼルエンジン2機がそれぞれ1体のスクリューを回転させバッテリー充電のための個別のディーゼル発電機が用意された。シューレット2隻の姉妹艦は1915年に認可され全艦が設計速度の20ノットを達成したがエンジンの直列配置から生じる振動問題は本級を操作困難な艦とした。 本級はバージニア州ハンプトンローズを拠点とする大西洋艦隊第15潜水艦隊に所属した。1920年7月17日、3隻は艦隊潜水艦として艦種変更が行われ、それぞれ SF-1、SF-2、SF-3 SF の船体番号が与えられた。1920年9月22日に、艦名はそれぞれ T-1、1 t-2、t-3 に変更された。本級は全艦が1923年までに退役し、フィラデルフィアで保管された。1925年から27年にかけて t-3 はドイツのディーゼルエンジンをテストするため回収され、テストが終わるとフィラデルフィアに帰還した。3隻は1930年9月19日に除籍され、 1930年11月20日に、スクラップとして売却された。フォアリバー造船所建造収益。1920年1月30日。退役。1922年12月5日。フォアリバー造船所建造収益。1922年1月7日。退役。1923年7月16日。フォアリバー造船所建造収益。 1920年12月7日、退役。1927年7月14日。ありがとうございます。